え、コーラももともと薬なの？え、本当に？コーラの起源知らないな。え、コカ・コーラって薬だったの？知らんかったんすよ。甘酒もそんな感じなの？まあでも、糖分ちゃんと摂取できて、お酒で体ポカポカしてみたいな。レッドブルも咳止め薬だった気がする。本当にレッドブル咳止め薬は嘘でしょ、絶対に。本当に調べるぞ、適当ばっか言ってると。コーラ薬はなんとなくうーんってわかるけど、咳止めって言ったらちょっと嘘くさくなるぞ。レッドブル咳止め、いやもうそれはちょっと容赦せんよ。調べます。それは嘘でしょ、さすがに。いや出てこない出てこない。だって咳止める成分なんもない。咳止める成分何もないんだもん。さすがに。ああ、もうコメランが一気に怪しい情報で、怪しい。ネットの情報はみんな信じるなよ、ネットの情報は。ネットの情報全部鵜呑みにするんじゃないぞ。いや、これね、結構ね、やっぱね、こうネットの情報って活字じゃないですか。人間って活字の情報って正しく感じちゃうんですよね。活字で自分で読んだ情報って正しいって思っちゃうから、みんなね、やっぱね、情報はね、ちゃんと自分で調べて、その、正しいかどうかっていうのを、きちんと判断できるようにならないと。僕もね、中学生の時とか、初めて携帯触って、高校生の時か、当時2チャンネルとか、まあなんかその、いろんな情報サイトがたくさんあったんだけど、まあ、やっぱ今よりも大嘘ばっかなのよ。まあ今でこそ、ね、ある程度こう、いやそれ嘘だろみたいな、みんなわかる情報量になってきたけど、昔ってもっとネットに嘘ばっか転がってた時は、結構真に受けてましたもんね。ちゃんとね、自分で情報のね、善悪の区別とね、やっぱ情報の精査ができるようにならんとね。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。